L 字型画面はテレビの情報表示の手法で通常放送の左側及び下側に L 字型のスペースを作って情報を流す表示法。L 字画面、L 画面、または単に L 字とも言う議会選挙の場合番組で表示する字幕などから邪魔にならないように放送されている映像を縮小、圧縮して空き領域に情報を提供する。その空き領域が アルファベットの L に見えることから L 字型画面と呼ばれるようになった。L 字型画面で本来の映像が流れている領域を映像領域、L 字型に情報を表示する領域を L 字領域という余白部分を設ける形状により逆 L 字型画面や U 字型画面などもある。一般的に採用されている事例としては国政選挙や自然災害、あるいは 国内外の重要ニュースが挙げられる。自然災害の場合は、中継法、被害状況、ライフライン情報、交通情報、気象情報などを提供する。一般には関連番組との連動であり、コマーシャル中は基本的に行わない。都道府県市区町村広報番組で、聴覚障害者のために、手話通訳者を映し出す、小窓画面や文字を流すために、 あえて L 字タイプの画面構成にしているところもある。L 字型画面はもともと流れている親映像に直接字幕を載せるのではなく、しかし、L 字型画面では、親映像が圧縮されると同時に、速報の提示によって、映像鑑賞時の視聴者の感性に影響を与えるなどの影響もある。ニュースティッカー画面下の一行文字情報のみ、提供することを、 ティッカーテープになぞらえて、ティッカーと呼ぶ。ニュース番組やスポーツ中継などで表示する。ティッカーが常時表示されることを踏まえた、画面構成となるので、L 字型画面における映像の縮小などは行わない。通常のスクロール表示による一行ティッカーのほか、株式市教などで見られる二行ティッカーや、下から上へ文字がせり上がるフリッパータイプもある。アラビア語圏やペルシア語圏では、文字が 左から右へ流れる。AB、L 画面、L 字。業界用語辞典。東京映画映像学校。2017年10月5日閲覧。ABC 石花江、松宮一同。L 字型画面が映像鑑賞に及ぼす影響。日本感性工学会論文誌。第15巻第7号。日本感性工学会。2016年。土井、10.5057。ジャジスク。 トジスック D-16 から000962018年4月30日閲覧ありがとうございます。